カキン TV Everyday。 OK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  待ってね。ロンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。今これ撮影日は2022年5月頭ぐらいですね。なんか今マネージャーからメールで連絡来て、昨日仕事でマネージャーからこのなんかね封筒みたいなのもらってたんですよ。で、開けないでくださいね、開けないでくださいねって言われて、なんだよーと思ってちゃんと開けないでいたんですよ。そしたら翌日の今日、今もう昼ぐらいなんですけど、これから今日外で撮影のスケジュール入ってて、もうちょっとしたら出発の時間の直前に開けてくださいって。なんだ、何と思って、一応撮ってます。いいのかな、なんでしょう。いきます。え、なんか入ってる。ちょっと待って。誕生日だ。ベロンハロー、ヒカキンさん。33歳の誕生日、おめでとうございます。昨年と一昨年は、充実した生活をお送りいただきたいという思いのもと、ワインセラーやトレーニング機器などをお送りしてきました。いただきました。ウームから。ありがとうございます。今年の我々からの誕生日プレゼントは、多忙な日々が続いておりますので、リフレッシュしてもらいたいと思い、一泊二日の温泉旅行をお送りします。温泉旅行をお送りいたします。良いお休みをお過ごしください。ウームスタッフ一同、ヒカキンくんで。これ動画撮らなくていいやつか、本当は。撮っちゃった。もう撮っちゃう。YouTuber だから。ちょっと待って。チケット入ってる。仕事は嘘、まさか。今日ない。東京山手線内から、伊豆温泉。伊豆ってどこだっけ。伊豆って何県何市の。伊豆って聞いたことある。伊豆サフィール踊り子3号12時半発。ちょっと待って、12時半発。やばい、ちょ準備しよう。今日だよな。明日まで有効ってなってくるから今日っぽいな。ちょっと編集やばい、仕事思いっきり編集してた。どうか動画の編集だけ終わらせて。今日だって、仕事嘘だって。気が抜けていく。嬉しい。これもういわゆるあれじゃん、 YouTuber になって11年目にして初の強制休みということでいいんでしょうか。急ごう。待って、やばい。三脚とか持っていく。ちょっとせっかくだから。やっぱり PC、ノートパソコンね。やばい。で、編集データ一応持っていく。やばい。ちょっと待って。iPhone の三脚、パソコン、財布。OK。やばい、一瞬でいかないと。やばい。あと10分切ってる。やばい。これか、9番線12時半サフィール踊り子。当たりか。うわ、なんかめっちゃかっけえじゃん、サフィール踊り子。これめちゃかっこいいやん。これかサフィール踊り子。3号車発見。うわすげえ、こんなになってんだ。すごい、奥行きがすごい。すげえ、なに、うわ、マジ。ちょっと待って、失礼します。やばい、なにこれ。マジ、うわ、やば。なにこれ、部屋じゃん。やべえ。お待たせいたしました。特急サフィール踊り子3号すげえ、なんか貝殻みたいな、サンゴ礁みたいなのとか飾られてんだけど、おしゃれななんか絵とか。なんじゃこりゃ。なんか物置けるぞこれ。
なんか書き物できるぞこれ。ここでほらライトある、ライト。え、後ろ側もすげえ。本当にいやこれ、いや間違いなく東京駅だよなこれ。お、発車した、発車しました、発車しました。すげえ、うわこんなんあるんだ。東京駅から伊豆へ、あの僕伊豆ちょっとすいません、神奈川、千葉、山梨、ちょっとわかんないけど伊豆へだ。すげえ、天井も見えてんのほら。やば、携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよ。編集中に来ちゃったから、サムネ、サムネ編集だよ。いや、めちゃくちゃ快適だわこれ。普通の新幹線にもさ、超値段高くていいから、こういう部屋なんかね、一部屋、二部屋あったら俺絶対これ、この部屋選ぶな。最高じゃん。窓でかいし、これ逆向きだからさ、なんかちょっと逆向きでなんか酔いそうな気がするんだけど、そんなことはなさそうだね。すごい景色も逆向きです。ちょっと天気が悪いのが心配なんですけど。伊豆って山じゃないよな。天気大丈夫かな。天気がやばいな。いやすごい、マジで。おー、逆向きの電車はなんか修学旅行かなんかでね、椅子ひっくり返した以来かな。うわー、こうしちゃうと普通だから、こう楽しまないと。こう楽しむ。楽しいよ。今さ、キャビンアテンダントさんのお姉さんがさ、お食事ですって。何これ、超でかいんだけど袋。キャビンアテンダントさん、待って、カレー臭がする。あの おじさんの方じゃなくて、ママイーさんなんで、あカレー臭がする。え、おおおお、お水、お箸とか。うわ、開けてみます。うわ、うまそう、めちゃくちゃうまそうだこれ。やば、牛すじみたいなやつだな。ラララランラン、ラン座席はすべて指定となっておりますので、お手持ち席をご利用ください。次は辺りに停車いたします。サイズ効いてる。うまい。大人の味だ。辛口よりでスパイス効いてる。肉柔らか。幸せ。やばいです、なんか海外みたいになってきたぞ。お支度ください。伊東の次は伊東停車いたします。え、もうちょい、もうちょいかな。伊東さん、伊東ってどこ。お、気づいてくれた人がいる。こんにちは。こんにちは。動画大丈夫ですか。動画 OK。 あ、 OK OK。 ここ伊藤だね、伊藤。今の多分伊藤さんですね。いや、伊藤さんに会えるんだね、伊藤に来ると。伊藤だ。うわ、すごい海。伊豆大島。
着いたっぽい。大井のお客様はお忘れ物のないようお支度ください。めっちゃ雨降ってる。おお、これが伊豆稲取。おお、あ、すみません、ありがとうございました。よいしょ、着いたぜ。めっちゃ雨降ってるこれ。やば、電車濡れてるもん。ご乗車ありがとうございました。ほら、うわ、めっちゃ田舎だこれ。うわ、伊豆稲取駅こんな感じです。でね、今ねマネージャーからなんかこの後の流れみたいなやつメール来たんですけど、なんか旅館取ってくれてあるっぽくて旅館に行きたいと思います。めっちゃ雨降ってる。いやー、あいにくの雨だし、これはね、もうパチスロだな、これ。パチスロは行きません。あの、私ヒカキン、未だにここが何県なのかは知りませんので、もしかしたらまあこのまま一生知らないで帰るかもしれませんいや、雨がね、ありがとうございます。あ、はい、 すごいいいお部屋、ありがとうございますあ、お邪魔します。おお、おお、うわ、広っ。めちゃんこ広いやん。うわー、めっちゃいいお部屋、最高じゃん。うわ、うわー、一人だけど。うわえ、今ですね、わざわざウェルカムお茶を出してもらってね、美味しいお茶を出していただいて、丁寧にね、なんか館内の説明をお姉さんにしていただいて、で、これすげえ、これ見て、ベランダから海見える。うわー、くっそ、雨じゃなかったら最高の、真っ青な海なんだよな多分。おお、毎回これね、あの2人分あるのねうわ、うわ、めちゃめちゃ風呂あんじゃん。うわ、ええ、やばー、マジ、これ大浴場行かなくていいやつ、マジかよ。最高じゃんこれ、やば。てか波の音がすげー。うわー、まあ、すげー。うわー、うわー、海原だ。船いるし、船います。うわー、やば。いやー、すごいね。え、あれ、ちょっと待って、え、あ、中にもお風呂あんのこれ。うわ、ちょっと待って、うわー、富豪の風呂だ、富豪の風呂。あ、ちゃんとシャワーもついてる。うわ、なんで外から撮ってんだっていう。うわ、これやばくねー、ね、やばいねこれ。うわー、つか、ハンモックもあるしね。うわー、もうマジで今日俺寝ようかな風呂入って寝ようかな、マジで。うわ、おお、結構暑くていい感じだ。やべー、最高じゃん。なんかフルーティーなお茶だこれ。ウェルカムお茶。してこの柚子みたいなやつ、なんだこれ。あ、柚子だ合ってる、柚子の砂糖のお菓子。うまい、幸せや。
っと待ってね、ここなんだ、ここ。これなんだこれ。何この精神と時の部屋。ん？ああ、お布団のところかな、これ。座布団とか。ん？ああ。そうですね。浴衣とか入ってる。へえ。逆側は？ほっ。あ、お布団だ。あー、いいね、和風な感じでね。うん。ん？いやー、ベッドいいよねー。え、なにこれ？これなにこれ？これは、え、ちょっと待って、これ、まさかのさ、うわー、え、これ、何を目的にこれは？ちょっと待って、風呂。え、なに、これ、これは、何を目的に、うわ、マジで、風呂見えちゃうぜ、みたいな。あ、朝日が入ってくんね、これでね。うわー。これはいいとこだ。で、これクリーパーかと思ったね。これクリーパーかと思った。まあいいや。こっちですね。これ何？これ開けてはいけないところ。トイレ。ああ、違うわ。クローゼットだ。おお。で、これ引っ越ししてなんか新居紹介動画みたいになってるんだけど、新居ではありません。こんな海の見えるセレブリティ新居ではありません。おお。内側からお風呂見るとね、こんな感じだね。うわあ、いいわー。床も石でいいね。うわぁ。そしてラストは、ここはトイレかな、さすがに。よいしょ。ん？え？なにこれ、これ。え、なにこれ、トイレじゃねえ。なにこれ。え、ここ行ってトイレってこと、まさか。これがトイレ？トイレじゃねえ。え？謎の部屋だ。なんだこれ。このドアは？あ、普通の窓。え？トイレじゃない。ああ。いやー、長細くて不思議な部屋だわ。これ何なんでしょうかね。トイレは玄関のとこにありました、普通に。はい、トイレ。よし、ナイストイレ。ちょっと浴衣着替えます。せーの、はい。これちょっと親方みたいになってない、大丈夫かな。お相撲さんかもしれないけど違います。はい。でね、この後なんかね、夕方からマッサージ、まあ、エステってやつがあるみたいで、今から行きたいと思います。いや、エステとかそんな2、3年ぶりかな。次、この旅がある。旅がいいね、これ。はい。いや、うわ、完全にもう朝起きたおじさんの顔してる。やべえ、ちょっと寝ちゃったな、気持ちよすぎて。いや、帰ってきたらもう夜だ。あ、雨やべえ。うわ、台風みたいな、すごい日だな。うわうわ、すげえ。いいね、ライトアップがいいね、ライトアップが。うわ、いや、ご飯だ、ご飯。いやー嬉しいな。いやー、いただきます。ライチ酒、
うん、コリコリだ。うん。中日できたいね。中日だね、中日できたいね。うん。こんないいとこあるんだね、温泉旅館って。風呂入るの楽しみだね。いや、これまだ前菜だからさ。さりげなく動画のチェックしてます。うまっ。花も食べちゃうか、葉っぱ、葉っぱも食べちゃうか、これ。さて今油断してたらとんでもないものが出てきました。これヒカキン丸。やばー、こんなにいっぱい、あ、こんなに食べられるかな、俺。ありがとうございます。はい、蒸し揚げです。はい、アワビの蒸し揚げ。あ、酒蒸しで。うわー、ありがとう、アワビさん。ありがとう。動いてる。生きてる新鮮なアワビでございます。ありがとう。これで蓋を、わさび、ここ折って、わさびは折って、あ、もう切れてる、すごいすごい。で、お、これで すごいいい香り。うん、うまっ。取れたての味だ。わさびの風味もいいね、これ。うん、わび、うん、コリコリ。うん、優しくてうまい。うん、甘くて美味しい。ほとんど食べきったらヒカキン丸をコンパクトにしてくださいました。なんて器用なのでしょう。もうインカメとアウトカメラ100回ぐらい入れ替えてるわ、もう自分で。うまい。メインディッシュ。じゃあ焼きますかね。なんかキラキラした紙の上に乗ってる。すげえ。いきます。せーの。やば。よし。よし。お、やわらか。うめえ。幸せ。釜飯。うわー。美味しそう。これ何でしたっけ、これ。こちらは鮭の釜飯でございます。鮭、ありがとうございます。締めは炊き込みご飯と赤だしのお味噌汁、おしんこです。いやー、最高。お肉とともに。肉一緒。ちょっと待って、いきなりできた。うわ、ありがとうございます。あ、うちの、そうなんですね、会社マネージャーたちから。
うわー、いきなりだ。ありがとうございます。おめでとうございます。うわー、ありがとうございます。頑張らなあかんわ、これは。うわー、ありがとうございます。うん、旅館の浜の湯さんからも素敵な飲み物をいただきました。嬉しい。いやー、フィニッシュだ。もうお腹いっぱいだけど、うまいから本当に全部食いちゃったよ。僕らいいよね。ゆずジンジャーでしたね。うわ、うまそう。ジンジャーエールゆず、うまそう。ゆずジンジャー、うーん、ありがとう。マネージャーたち、ありがとう。風呂入るか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。すごい量食べた。ブーンブーン。それで風呂入っていきたいと思います。海の音がすごいね。それでは、おおおお、いやー、最高すぎる。これ最高だ。マジでちょうどいい温度。熱すぎず、ぬるすぎず。いやー、こりゃいいや。最高だ。あー、また明日から頑張ろう。うわー、最高だ。うわー、マジで最高。海の香りがちょっとしてさ、やっぱ露天がいいね、これ間違いなく。いや、もうすでにまた来たいわ、これ。やべえ。こんな感じです。いや、マジで最高、これ。やばい。いや、もうこれがいいよね。これがいいよ、本当に。いや、最高だわ、マジで。いや、なんかこれマジで海外来てるみたいだね。いや、もちろんね、いい部屋だから、多分この部屋の中にね、こうやって露天風呂ついてると思うんですけど、これしちゃうとちょっとね、うん、エステで肌ツヤが良くなってる。うん、僕肌綺麗な方なんで。うん、いや、寝ますかね、上がって。よし。いや、最高。いいお湯だった、いい湯だった。もう一回入る。今ね、1、2時間でぼーっとしてね、もう一回入りに行きました。もったいないもんな。いやー、さっぱりした。明日アップするね、動画の編集を軽くまとめてから寝ます。いやー、明日楽したいから。あー、水キンキンに冷えてやがる。おいしい。あったまりすぎて汗かいてきちゃった。よし。おやすみなさい。あ、これか。よし。
おはようございます。朝飯だ。いただきます。レベルのありがとうございます。朝からちょっとテンション上がりました。冗談抜きで人生で一番高価な朝飯だわ。やばいよねこれ。やばいよ、すごすぎる。味噌汁でしょ、これなんかバーニャカウダみたいな温野菜、デザートもあって、お魚、これはもう煮物、あ、茶碗蒸し、いや、やばい。いただきます。いただきます。切っていった。うめ。これ本当料理でここ超えるのって無理だよ。おかずが豪華すぎてご飯が一瞬でなくなっていく。超ほかほかお魚。ごちそうさまでした。いや、食った。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。少し休んで準備して帰りますかね。いや、いい宿でした。ありがとう伊豆ということで、またね、いい電車で帰ります。来ました。おー、かっこいいな。すごい。うおー、危ない。オッケー。お、よし。またいい部屋だ。帰りましょう。ありがとう伊豆。でした。いや、全然ちょっと準備もしてなかったので、ぶっちゃけ着替えとかも何も持ってってなかったんですけど、よかったですね本当に。まあ、旅館の皆さん、列車のキャビンアテンダントの方、そして、プレゼントしてくれたウームの皆さん、本当にありがとうございました。いや、いろいろなんか発見があったよな。ガチで俺何県か分かんないで伊豆に行って帰ってきました。あ、なんか買い物した時レシートとか見ればよかったな。何県だったんだ結局。失礼なね、伊豆は知ってたけど何県かも知らなくてさ、アホかっていうね。でも結構近かったからさ、静岡県だ。結構遠いとこ行ってる。あ、天気悪いから富士山見えなかったのかな。見えてたのかな、もしかしたらね。僕がね、ちょっとこう本当になんかね、大荒れみたいな2日間に多分ぶつかっちゃって、台風並みの。もし多分晴れてたら、あれ海もすごいし、多分あの旅館から見えてるね、海もすごいし、もしかしたらどっかから富士山見えたりとかしてたのかね。うん、なのでまた行きたいっすね、晴れてる時に。まあぶっちゃけでも景色がね、曇ってても、浜の湯さん、今回僕が泊まらせていただいた、もう料理も温泉も最高でしたね。今回ね、僕が泊まらせていただいた浜の湯さんのね、ホームページ動画の説明欄に載せておきますので、温泉旅行行こうと思ってる方なんかはね、ぜひおすすめです。まあもう 見ればわかるけどね、この動画見ればわかるけど、もちろんね、多少こう根が張ると思うんですけど、あの部屋に温泉ついてるのね、贅沢だけど良かったっすね、やっぱね。いや
本当に僕やっぱ目立っちゃうんで、まあ、今回ね、電車で声かけてもらったりとか、あと帰りもね、ちょっと電車までレストラン行ったりしてたんですけど、そこでもめちゃめちゃ声かけてくれたりとかで、それすごい嬉しいんですけど、僕温泉とか行ってさ、すっぱだから入っててさ、こうなんか、ヒカキンさんですよね、ヒカキンさんですよねって言われるの、ちょっとどうかなと思ってあんま行けてなかったんで、ああいう風呂がついてる部屋最高でした、本当に。で、風呂にこう使って、家でもね、結構浸かる派ではあるんですけど、まあ、上がってすぐ仕事とかで、ちょうどこの旅行行く前が忙しくて、本当にこう一日になんか1時間の仮眠を2回入れて生活してるみたいな感じだったんで、全部疲れ飛んできましたね。うん。と同時に、なんかぼーっと考えるとやっぱいいアイディアとか浮かぶんですよね。こう機嫌も良くなっていくし、疲れも取れてなんかポジティブになっていくし、それを今回の旅行を通してなんか気づけたので、やっぱ休んだ方がいいなって思ったんで、怠けすぎも良くないんだけど、週1くらいで休みたいね、やっぱね。人間はやっぱ週1。まあ、だからね、土曜、日曜とかがあるわけで。まあ、スケジュール的に無理な時もあるんですけど、目指せ週1で、ちょっとこう、ぼーっとする時間をね、作りたいなと思えるきっかけになりました。って言いながら ゲーム実況とか撮っちゃうんだけどね。うん。これを見てるね、YouTuber の皆さん、ぜひ、休みはいいものなんでね、無理しないでください。僕も少しずつ休むようにしようと思ってるんで。はい。休まずにずっと行く自分と週一休みを入れていく自分だとしたら、今後の未来の動画とか全然違うものになるんじゃないかななんて、こう露天風呂浸かりながら考えてたんですよね。もしかしたら休み入れた方がね、動画の本数は減るかもしんないけど、なんかいいアイディアとか、やっぱ機嫌もよ、まあ、そんな機嫌悪いわけじゃないんですけど、まあ機嫌とか良くなって気分もいいじゃないですか、休みあるとね、リフレッシュして。そうなった時に思いつく動画のネタとか編集でね、もうちょっと面白くしようとかね、結構変わる気がするんで、まあ、程よく休んでいきたいと思います。この動画、もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ、その他私ヒカキン SNS もやってますので、動画の説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バイ。たらくたらくたらく。